ムーンライト、東京ムーンライト仙台及びムーンライト東京は、ムーンライトシリーズの一つである。当列車は、東日本旅客鉄道が、前車座席指定席で、東京駅仙台駅間を、京葉線、武蔵野線、東北本線経由で運行していた、臨時夜行快速列車の名称。当列車は、上り東京行きが、ムーンライト東京、下り仙台行きが、ムーンライト仙台と、 上下で、それぞれ列車名が異なる特徴的な列車だが、本港では両列車について詳述する。また、本港では2006年まで快速列車として運行されていたゲレンデザオー、及びその他の583系を使用した東北対関東間の臨時夜行快速列車についても解説する。東京駅仙台駅間を結ぶ夜行列車には需要も多く、過去には 新大急行、新西屋急行、松島が運行されていたが、東北新幹線の開業後は、青森発着の夜行急行で、東北本線経由の八甲田や常磐線経由の戸和田に集約して対応していた。しかし、1985年3月の東北新幹線上野開業時には、戸和田が国鉄分割民営化後の1993年12月には、 八甲田が臨時列車に格下げられたことにより、東北本線の定期急行列車はすべて廃止された。さらに、翌1994年柿で、ドアだが運行終了。八甲田は、新大特急、白鶴を保管する臨時列車として存続するも1998年柿で運行を終了する。その一方で、首都圏新潟県間では1988年から、 夜行快速列車、ムーンライト H5 が定期運行されるようになった。仙台地区においても同様の列車を運行することが検討されたが、運行区間に直流 1500V と交流 20KV のデッドセクションが存在するために、高直流用電車や高直流電気機関車が必要となることから、車両の手配が難しかった。そんな中、2002年に、 東北新幹線の森岡駅八戸平開業に、伴い、20り、白鶴が廃止されたことから、臨時、20り、白鶴で使用されていた青森運転所所属の583、軽電車が余剰となり、6両編成1本が仙台運転所に連続してきた。そこで2003年夏より、同車両を使用した臨時快速列車が運行されることとなる。 2003から2005年運行のムーンライト東京、2004年2005年運行のムーンライト仙台は、京葉線及び武蔵野線を経由し、前浜駅に停車して、東京ディズニーリゾート利用者の便宜を図ったが、利用率がかんばしくなかったこともあり、後日の貸切列車を除き、2005年を最後に運行されていない。2006年以降も583系を使用した。 同志向の臨時列車、貸し切り列車では、団体列車である、ゲレンデ、ザオーや、後日の臨時列車が、散発的に運行された。ゲレンデザオは、2001年年始まで毎年冬、シーズンに運行されてきた、臨時寝台急行列車、シュプールザオーの代替列車として設定され、寝台を、指定席券のみで乗車できる、ゴロンとシートとして開放した。 この列車は2007年からは団体専用列車に変更されたものの毎年設定され2011年も運行された。日付はすべて始発駅基準である。この他にも仙台、福島、郡山地区から東京ディズニーリゾートの入場券をセットにした貸し切り列車として、当列車とほぼ同様の筋で運行されることがある。その場合、 普通乗車券指定席券での利用はできない。2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年。ありがとうございます。